12月初め、初冬の新潟県北区福島形です。福島形は型と名の付く湖の中では新潟県内で最大です。五頭連峰を映す湖面と鳥や花や人が一体となっておりなす四季折々の新潟の原風景を今に残しています。白鳥やヒシクイなどの渡り鳥が冬を越しにやってきます。新潟の本格的な冬が間もなくやってきます。